今日はジプシーメソッドスプレッド21をやりたいと思います。資料のある方はこちらですね、こちらを開いてください。このジプシーメソッドスプレッド21は21バージョンと、まあ、大小を入れるバージョンとあるんですけれども、1回の鑑定で使われる時間っていうのはやっぱり少ないので、21の方をおすすめするのでこちらになってます。21ということなので、愚者のカード入れた22枚すべてを使い切るということですね。そしてオワルカの専用です。こちらはですね、あらかじめその人を鑑定に来る前に、占えるということで、ジプシーメソッド、ジプシーのためのスプレッドなんですね。なのでこういったあの名前がついているっていう感じです。何がわかるかなんですけれども、個性とかどんな人なのかを見たいとき、お育ち、いい人か悪い人か、少し先の将来性なども見られます。読みます。手順としては、まずシャッフルして対象者さんをジプシーメソッド21でお願いしますと念じます。3つにカットして1つにまとめます。ここまでは他のスプレッドと全て同じです。やり方としては、初めに愚者のカードを取り出しておいても構いません。そして束にしてから見つけ出しても構いません。愚者の0番を選び出してテーブルの手前へ置きます。ここですね。これは象徴カードです。その上の左端から右端まで3枚ずつ重ねて A から G までの7つの山を作ります。 A から G で 1,2,3,4,5,6 といった形です。 A、1,2,3 の山は質問者の個性、今思っていることがわかります。 B、4,5,6 の山、質問者の今の家庭状況がわかります。 C、7,8,9 の山、質問者の今求めていることがわかります。 10,11,12 の山、質問者の問題に対する予想を今後どうなるかが分かります。 E、13、14、15 の山、質問者の予期しなかった出来事、過去に起きたか今起こっていることで予想外だったことが分かります。 F、16、17、18 の山、質問者に対する近い未来の出来事が分かります。 G、19、20、21 の山、質問者が長い期間質問事項から受ける影響が分かります。はい、やってみましょう。では対象者を決めたいと思います。私のその行方不明の父親を見てみましょう。対象者を決めてジプシーメソッド21でお願いしますと言うんですけども、初めにはもう上級なので、その方の守護霊さん、ハイヤーセルさんを呼び出しましょう。私の父の守護霊さん、ハイヤーセルさん、おいでください。私の父をジプシーメソッドでお願いしますという形ですね。梅雨は、湿度が高いのでちょっとベタついたり鑑定に時間がかかるので、なるべく除湿をつけた方がいいと思います。はい、で私はこの中から選ぶパターンで、これですよね。でこのまま戻していただければ同じですかね。ここ下にちょっと置いときます。テーブルがちっちゃいのでいますね。で、めくるのがめんどくさい場合は、まあ、全部表でいいっていうのは、まあ、こうでいいってことです。だからこれが一つ目の山ですね。14、15、16、17、18、19、20、21、こんな感じです。はい、私の場合はね、こうやってバーン上下逆にならなければ、まあもう上級なんで大丈夫だと思うんですけど、父親のことを見ています。 1,2,3 の A の山ですね。こんな感じになってます。はい、テンパランス逆位置でしょう。スターの正位置でしょ。塔の逆位置ですね。こっちから 1,2,3 なんですけれども、基本的には、まあ、全部こう一括りで見るんですけれども、自分なりにこう推測してここはこうなんじゃないかなと
当てはめても別にいいわけですね。ただここのブロックは先ほど言った A の質問者の個性、今思っていることというふうに読みます。コントロールできない、自分でコントロールできないんですね。今なんか噂によるとがんらしいので、それは多分コントロールはできないと思ってます。でもなんか希望があるわけですね。何かやりたいことがあるんでしょうね。でこちらが等の逆位置なので、小さい環境の変化かちょっとトラブルがあると。はい、でもこれって状況ではないのでトラブルとは呼びませんし、環境の変化っていうのもちょっと読みづらいんですけれども、例えばこの方が今思っていることが引っ越しであったりとか、何か変えたい、自分を変えたいとかね、コントロールできていないので変えたい、変わらないかなと思っている、でもうちょっと希望がある方向に向かいたいということですね。はい、456いきます。はい、あれが456です。これは、B の456の山、質問者の今の家庭状況、今の家庭状況ですね。家庭状況では我慢を強いられているということは、どなたかと一緒に住んでいる、予想では妹さんがいるのでそちらと一緒に住んでいるんじゃないかなと。でその妹さんの家族と暮らしているので一応悩みを分けているということですね。ジャッジメントは自分の家族とはバラバラなんですね。私と結構会ってないので、会えないだろうと、それは家庭状況っていうか、もう今のそのままですよね。会えてないわけですね。正一とかではこれしかないですもんね。そんなに良くないんですね。そういう風に感じていただければ結構です。次 C の山行きます。はい、これは789ですね。789 C の山は質問者の今求めていることやもの、多分会いたくはない、会わない方がいいとかね、寂しい、自分と同等の恋人とかはもういらっしゃらないということなんですね。なるほど。はい、で今求めていることなので、復活、多分余命を言い渡されているので、多分この死なんです、ですなんですね。でそれの逆位置なんで、死ぬような病気から回復したいということを求めている、そのまま単純に読んでいただいて結構です。で D の山、10、11、12の山いきます。こちらですね、10、11、12です。質問者の問題に対する予想、今後どうなるかと予想していることですね。はい、これ、病院に入るとかね、そういうことです。依存が切れる、女性関係がだらしなかったんで、あとはギャンブル依存ですね。確かにもうね、ギャンブルなんてしてらんないでしょうね。あとはワールドの逆位置は理想的ではないことにはなるだろうと。確かにそうです。もうそうでしょうね。予測はできてるわけですね、大体リアルに。はい、E の山行きますね。はい、これですね、 E の山は13、14、15です。この山は質問者の予期しなかった出来事、過去に起きたか今起こっていることで予想外だったこと、難しいのがここの山なんですけれども、起こったことがここに出されていて予想外だったことなんですね。これは、健康じゃなくなる、エネルギー不足に陥ることが、老いることとか健康が害することが予想外だった。そして、マジシャンは技術的なもの、コックさんだったので、資格とかもなんですけれども、どっちかというと、彼は特技イケメンだったのですごくかっこいいんですよ。ダンディーです。はい、今もそうであってほしいんですけど、あまり老いても自分はイケメンだったことが予想外はい、でこれは後半になってから自分のやりたいことが見つかったので、それは予想外だったんでしょうね。なので正一なんですよ。ああ、これがやりたかったんだなって、ここからこれももうちょっとやってみたかったなっていうのはあるんでしょうね。はい、なんか麻雀をやるところをなんか経営したいとかっていうことを言っていたそうです。はい、小耳に挟みました。で次 F、 16、17、18ですね。16、17、18です。はい、ここが質問者に対する近い未来の出来事。近い未来なので、大体半年以内ぐらいにはこう起こることというように
なります。何か申請したりとか資格を取ることをしていて、2つ何か例えばですね、支援とかですよね、国とか県の支援とかを、援助とか助成金とかを申請してるのかもしれないですね。で、身動きが取れないので、まあ、今待ってる状態なんでしょうね。それが近い未来に起こりますよということと、最後こっちがですね、 G の山、19、20、21の山、ザ・エンペラキ、はい、父親こと経営者ザ・エンプレスですね。先ほど、彼女がいないような状態だったので、これをパートナーと呼ぶっていうのはちょっと違うと思うんですね、はい、長期でっていうことなので、お金をここで例えば申請してもらえるとかですね、長期で、あるいは一緒に住んでるその妹さん、その人からずっと援助を得られる、で父親役をやる、まあ、そこも母子家庭なので、まあ、一緒に暮らすってことですよね、長期的にね。お金をいただける、まあ、援助もお金いただけるんで同じことですね、はい、ザ・ハーミットの逆位置、短期間なのに長期、ね、これは矛盾しているので短期間ではございません。長い期間受ける影響なので、父は老人なので扱いにくい老人になるということですね、まあ、迷惑かけるということですね。その代わり、まあ、父親役やるからみたいな感じには言ってるんですけれども、まあ、扱いにくい老人になってしまうだろうと、父親の、まあ、将来性みたいな感じで見ていただければいいですね。まあ、でも悪くはないですよね。こんな感じでストーリーとしてこっちからやっていくと、何が当てはまって何がダメなのかっていうのを後で分かるわけですね。先ほどの恋人がいないけれども家族はいると、我慢しているという部分と、自分の家族とは会えてない、はい、で何か、資格を取るか何かこう申請をしている、でもまだ多分決まってないんですね、はい、先ほど出た病院に入るだろうと思ってるので、きっとねこの申請は今病院に入っていないわけですよ。入るだろうと、 D は予測なのでまだ病院にはこうずっと入ってるわけではない、入院されてるわけではないということです。ここの申請は介護ですね、介護保険ですね、介護保険の申請を得て、まあ、デイサービスなどそういったこととか、あと医療費助成とかそういったことを申請しているような気がします。はい、これはもう予想でしかできないので、だいたいこういう人なんだなっていうことがあらかじめ分かっていて、目の前に来た人を、これ片付けなくてもいいですよ、このまま見ればいいんです。で、今日はどんなご相談できましたかって一応言うんですけど、もう分かってるわけですね。これがやっぱり先に分かっておくということの重大さが、あるわけですね。何かまあ問題はあるんだけれども、希望が何かある、そして家族が周りにはいる、でもパートナーはいない、でも長期的に見てくれる人はもう確保していて、で将来的には扱いにくい老人にはなるだろうと。ここで再度停止が出てないので、もうちょっと生きるんじゃないかなと、末期の番だけどね、はい、つながりました。ここですね、ここが一番読みにくいので、このままとりあえず予想外だったことということは、こんなことがあったけど自分なりには予想外だった、そのまま直接言葉を当てはめて、まあ、大体こんな感じでいいのか悪いのかっていうのはまず正位置逆位置で出ます、そして問題点があるところというのは今なのか将来なのか予想外だったことなのかで判断します。でお育ちがいいか悪いのかっていうのは家庭状況ですね、ここで見ます。今のって書いてあるんですけど、その人の年齢で出ていることっていうのは根本的に幼少時代の場合も出てます、はい、教育的な家庭だったとかね、ここはそういうふうに過去の幼少時代の家庭も出るとも覚えておいてください。恋愛関係だとこの求めていることに恋人のカードが出ると、今恋人を募集中ですっていうことになりますね。では今日はこの辺にします。ありがとうございました。